皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画は先日アップロードしたプロが教える U フレットの使い方なんていう動画のスピンオフ動画でございます。そちらの動画でいただいたコメント、ご質問などをこの動画の中で紹介させていただくという趣旨なんですけども、今回紹介させていただく質問はこちら、ベベン、ギタコさんからのお便りです。滝沢先生、いつも分かりやすい動画ありがとうございます。こちらこそいつもご視聴ありがとうございます。U フレットのコード譜関連で質問お願いします。粉雪の初心者向け簡単バージョン2番後の感想で FC というコード進行があり、 E フラット、 B フラットがなかなか抑えられるんですが、何か策はありますか、というご質問でございました。担当直輪に申しましょう。弾かなくて OK、 省略していいと思います。難しいところ、とりあえず私もその U フレットをバッと覗いて検索をしてみて、この焼きってポチポチってやったらね、その初心者向けってあったからそれ見てみたんですけども、確かに難しそうなコードがですねちょこちょこ並んでおりました。もし興味があれば、あの概要欄の方にその URL 貼っておきますので、そちらから一緒に粉雪の簡単バージョンの初心者向けバージョンの、ウェブページを U フレットを見ながら、一緒に確認をしていただけますと幸いでございます。その U フレットの、コードを確認していくと、シミになっていくよーのところから、F、みたいな感じでこうね、F とか E フラットとか B フラットとか出てくるじゃないですか。これね、あの省略していいと思います。これどういうことかというと、ここのとこって歌ないから、歌がないから、もうすっ飛ばす。もうぶった切る。もう、ですよ。カットでございます。の後にもう Am までスッ飛んでいいと思います。 Am シミになっていくよ、 Bになって、 Bm バーン、ほほほみたいな感じで Am までそのねババッとすっ飛ばしていいと思います。それが私なりの答えでございます。いかがだったでしょうか。でこれね、あのね E フラットとか B フラットとかはその簡単に抑える方法ってないのって話になると思うんですけども、ぶっちゃけないんですよ。ないんです。なんでもう頑張って果敢に立ち向かって練習するか、それともまあ一回もう潔くその撤退をして、まあね、あのレベルが上がったらチャレンジしようみたいな感じのマインドでいくか、どっちかでございます。で僕はもうここのとこはもう、ね、あの感想のとこで歌ないから別にすっ飛ばしてもいいんじゃないかって思うタイプでございます。もしよければ、そんな感じでアレンジして、楽しんでいただけると良いんじゃないかなという感じです。そんな塩梅で、ちょっとついでなんで、この曲なんかいろいろとこう気になるところがバーッとあるから、この動画の中でこの粉雪という曲を、一緒にこのね U フレットを見ながら練習していこうかなと思うんですけれども、もし興味があれば一緒に、練習していきましょう。まずこのね G と C が最初並ぶじゃないですか。 G と C、 これすごい何て言うんだろう、書いてある通りにいくとするとこうなるんですよ。 C、こんな感じで、でこれ何気にむずいじゃねえかってなるじゃないですか。このイントロのところはもうちょっと簡単にアレンジをしていきましょう。まず G コードで 1&2&3&A まで、あうんあうんあうんとこうね、あのあうんをあうんのこうダウンダウンあるじゃないですか。このあうんでこのあうんを3あうんします。3あうん1&2&3&A みたいな感じで3あうんあうんあうん。ポイントとしては、その1回目のあのが強いんですよ。1回目のあの方がちょっと強くて、2回目のあはちょっと弱いんです。あ、うん、あ、うん、あ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 、じゃなくて、あ、うん、あ、うんなんですよ。あ、うん、うん、あでもなく、あ、あでも、うんでもなく、あ、うん。で、このあ、うん、あ、うん、あ、うんって3、あ、うんしたならば、4回目、あと3、あ、うんしたら、よかったというストロークでいきます。ダウン、アップ、アップで、よかった。よかった。よかった。あうんあうんあうんよかった。で、このよ。あうんあうんあうんよ。
まで G コードです。G コード。で、この時の G コードは、人差し指とかで使ってもできるんだけども、人差し指が余ってるフォームでいきましょう。人差し指が余ってるフォーム。小指で1弦の3フレット、薬指で6弦の3フレット。ちょっとこの小指と薬指の開きがすでにめんどくせえっていう感じがしますけれども、これを、実現していただいて、で、中指で5弦の2フレットって感じです。ちょっと早いよと思ったら、一時停止してください。で、僕の手元をよーく見ながら、目コピをしてください。止めながらで大丈夫です。止めながらで、ゆっくり。皆さんのペースで、皆さんのペースで、ゆっくり楽しんでいただければ幸いでございます。小指、薬指、中指、そして人差し指が余る。こんなフォームで G を押さえてください。で、さっき言った通り、ワン、ウ、ア、ウ、ア、ウ、ヨまで G。で、こっからこの余ってる人差し指が大活躍です。2弦の1フレットに、指を足しましょう。で、よかったの、カッターの部分を人差し指つけていきます。カッターの部分。つまり、アップアップってことですね。あ、うん、あ、うん、あ、うん、よかった。あ、うん、あ、うん、あ、うん、よかった。あ、あ、うん、あ、うん、よかった。あ、うん、あ、あ、うん、よかった。こんな感じで。そうするとね、人差し指しかこの動かしないというか、そのね、余ってる人差し指をこうね、ちょっとペッとつけただけって感じなんですけども、なんか結構その粉雪のイントロっぽさが出てくるじゃないですか。こんな感じで、その C コートにしなくてもね、人差し指をつけるだけで、なんか十分粉雪っぽい感じが出てくるんで、あ、うん、あ、うん、あ、うん、よかった、うん、うん、あ、うん、あ、うん、よかった、みたいな感じでやっていただけると幸いでございます。で、この曲は幸い、イントロそれだけで終わりなんで、それを8回ぐらい繰り返せば OK って感じです。でも、一人で弾き語りするときに8回は多分長いと思うんで4回でいいと思います。なんかほら友達にさ、ほらなんか、ギター弾けんのすげえってちょっと弾いてみたいな感じで、あいよみたいな感じで、ちょっと粉雪を弾いてさ、やってさ、なんかこのあ、うん、あ、うん、あ、うんを8回やってると多分ね、4回目ぐらいから友達に、ね、長えなって思うと思うんですよ。早く始まんねえかなみたいな。これいつまで続くんだろうってなると思うんですよ。だから多分ね、一人で弾き語りでやるときはね、4回ぐらいで多分ちょうどいい。8回はね、長い。バンドだからできることです。バンドだったら、まあ、8回でも OK。でも1人は8回は投げ、で、それを8回やったならば、8回じゃ4回だ。4回やったならば、2回は少ないな。4回やったら。パンこんな感じで弾いていきましょう。基本のリズムはペイペイペイつくペイペイペイつくペイペイペイつくです。ペイペイペイつく、ペイはね、ダウンストローク、ペイペイペイで、つくはダウンアップです。ダウンアップ、このつくをダウンアップじゃなくてその逆にしちゃうと次のペイがダウンできなくなっちゃうんで、必ずペイペイペイつくペイペイペイつくでいきましょう。ペイペイペイつくペイペイペイつくで、この曲はね、幸いリズム全然変わんないんで、ずっとペイペイペイつくでいきます。ペイペイペイつく。ちょっと続きいきましょう。風に吹く二段目、僕は君のすべてなどからいきましょう。ところ D9 が入ってく、あ、D7 が入ってくるんですけども、滝沢マジックによりこの D でいいんじゃないかって思います。ずっとこの D のままでいいんじゃないかって感じです。で、その次、素直にのところから Bm が出てくるんですけども、Bm、ちょっと頑張ってここで正反を押さえてもいいんですが、簡単バージョンの Bm7 を覚えちゃいましょう。簡単バージョンの Bm7。どういうフォームかと申しますと、
1弦3弦5弦の2フレットを押さえます。順番に中指でまず5弦の2フレットいきます。で薬指で3弦の2フレットで小指で1弦の2フレット、ちょっと早かったら一時停止をして確認しながらやってください。中指薬指小指で5弦3弦2弦の2フレットを同時に押さえると。でできればその6弦はミュートなんで鳴らしたくないんで5弦から弾いていきましょう。このコードネーム Bm7 っていうコードなんですけれども、この粉雪の中で登場してくるこの Bm、 つまりこれですね、この難しいやつ、この曲の中に登場してくる Bm を全てこれに置き換えられます。大事なことなんでもう一度、この粉雪の中に登場してくる Bm っていう制覇をしなければいけない難しいコード、これを全て全部この簡単なコードに置き換えられます。なんで、U フレットのサイトを見てるとね、コードフォームが出てくるんですけども、制覇しなくても OK です。全部、これでやってください。全部これでやってください。もうそれで OK です。ちょっと、素直になれないから、ならか。なぁ、今やる。簡単場所で今いたね。D7 も省いて Bm も簡単バージョンにしてやっていきましょう。でババーンといくんですけど、ババーンこんな感じで弾いていけば、結構この曲は簡単にいけるかと思います。もしよければ今の参考にバッとやっていただけると幸いでございます。そんな塩梅、繰り返しですね。大丈夫です。そんな感じでございます。なんかまあパッとね見てみましたけども、この曲は本当にもうギター初心者にもうってつけな、すごいシンプルな曲かと思います。リズムを、まずこの、イントロはバップバップバップ、よかった、あ、うん、あ、うん、あ、うん、よかったを繰り返すことで、基本の歌が入ってからの基本リズムはペイペイペイつく、ペイペイペイつく、ペイペイペイつく、これを続ける。で、Bm はこの Bm7th に、全部書き換える。そして D7th はシカトする。で、間奏のところの、Fc とか Bb とか Eb に関しては全カットっていうこと、それをするとかなり弾きやすい曲となると思いますので、ぜひ参考にしてコピーをしてみてくださいませ。で、上手くなってきたら、自分がレベルアップしてきたら、その D7th を、ちゃんと押さえたりとか Bm 難しいフォームだったりとか Eb、Bb に立ち向かったりとかすればいいんです。今は難しければ1回もう潔く逃げましょう。一番のよろしくないのは、変に無理しすぎて途中で挫折することです。挫折をしてギターをやめてしまったら元も子もないって感じなので、こだわりすぎず逃げるときは逃げて、肩の力を抜いてリラックスをして、のんびりと自分のできる範囲で楽しむことが大事です。そうするとね、コツ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 とギターを続けることでどんどん上手くなってきて、できることが増えて、制覇とかもできるようになってきて、今までできなかったことができるようになってきて、わお、バンバンサイって感じになるので、そんな感じで、自分なりにアレンジをして楽しんでいただければ幸いでございます。それでは今回もちょっと長くなってしまいましたけども、どっちかというと粉雪の弾き方という感じになってしまいましたが、ギタコさんからのご質問に答えさせていただきました。こんな感じでね、間奏部分とかバツッと、切ってしまうのも全然ありかと思いますので、ぜひそういう手法も引き出しの一つとして覚えていただければ幸いです。それでは今回はこんな感じにさせていただきましょう。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。バカ会の前に、私、滝沢勝成、ツイッターなどをやっております。TAKHAWA、滝沢という名前でツイッターなどをやっておりますので、もしよければフォローしてみてくださいませ。そちらの方でライブ情報や動画の更新情報、その他もろもろつぶやいておりますので、よかったらチェックしてくれよ。そして、ご質問、ご感想、リクエストなどがありましたら、ぜひコメントの方にお気軽に、やっていただけますと幸いでございます。面白い質問いただけましたらね、また今回の動画みたいにこうスピンオフでバッと、動画を作ってみようと思いますので、よければ
お気軽にコメントしていただけますと幸いでございます。それでは今回はここで終わりいたしましょう。また違う動画を用意いたしましょう。頑張ってね。じゃあね、ギタコさんありがとうございました。ギタコさんだよね、ギタコさんありがとうございます。また違う動画を用意いたしましょう。バイバイ。